知道大家还记不记得去年有拍过一支让文当看中文去超市帮我买食材的影片，因为我今天预约行程时弄错时间来不及了，这次只能交给文当去买，所以过了一年这支影片居然要拍第二集了。 Hello 大家好，我是陆蒋，不好意思让大家看到我现在这里敷脸。其实今天我本来是要去我们家附近的超市买菜，结果后来发现我美容院的时间预约错误，所以我变成是来不及去买菜了。那所以这一次就是要拜托文当去超市帮我买菜回来，久违了他去超市这样子一个人买菜，那这次可以来考验一下文当的中文有没有变得更好。所以这次呢就是重启了文当的中文食材购买计划。好，我按摩也结束了，来化妆。好，那我已经简单化好底妆，现在要准备出门去美容室。其实今天呢，我是要把头发剪短，还要染头发，因为我真的是太受不了这个长度了，一直疯狂的乱翘，就真的是对文当不好意思，不想预约错时间。刚才才发现，吓死我了，超级的。那今天就是要麻烦文当帮我买食材。那因为今天晚餐本来要煮的是明太子乌龙面，还有照烧金针菇肉卷。刚才我已经把清单传给文当了。那这次要拜托他买的呢，有冷冻乌龙面，还有明太子、牛奶、金针菇，还有五花猪肉片、海苔丝、葱花跟奶油，这么多样，不知道他会买对，好紧张。我是觉得应该没有很难，他应该有几个是会的，不知道可不可以全部都买对，那就看文当买什么来决定我们今天要吃什么。好，那我真的要来不及了，我先准备出门，拜拜。ルーちゃんから指令がまた来ました。中国語食材のあの動画がパート2になります。いや、ルーちゃんにね、今回全問正解してルーちゃんびっくりさせようかと思いますさあ、それでは行きます。今回は8個ね、ルーちゃんからいただきました。明太子はわかる、あとね、牛乳もわかるから、多分パスタだと思う。明太子パスタの線でちょっと攻めていこうと思います。さら、確実なやつ、明太子を買います。私明太子しまーす。たらこ、たらこ。次は豚肉の薄切りだね。ちょっとの花はよくわかんないけど、これだけで大体いいだろう。よし、次はね、牛奶。一応日付見て牛奶。でもパスタの冷凍ってあるのかな、あんまわかんないな。刻み海苔発見しました。いや、ネギの花ってなんだろう、そもそも金張りはね、マジでわかんない。一番下の油って書いてあるのもよくわかんないし、一番下はバターと予想してバター買います。合ってるかな、金張りって何、細いってことかな。あと一番最後の文字もよくわかんないんだよね。金色っぽい張り、それこそパスタじゃねえの。金色っぽいといえばチーズなんですよ。スライスチーズ的な、あ、チーズありかも、もしかしたら当たるかもしれない。文旦已经回家了，回家啦！我已经剪头发了，剪还蛮多的，我剪差不多这么多。你要剪吗？ありがとうございます。那我们文旦是时候帮我们买晚餐的菜了。たくさん買ってきました。ありがとうございます。俺今回結構自信あるよ。一つちょっとね、怪しいのがあるけど、それ以外結構いけたんじゃないかなと思って。本当？作りたいものはもう分かってるんですよ。今回は実はね、ニシナあるの。え？書いてなかったよ、ニシナ必要って。支障出た？支障でしょ今回結構自信あるよ。一つは主食の明太子パスタで、二つ目がおかず。これはひどいぞ。わかりました、ちゃんと書きますね。首先第一個、一個冷凍乌龙面。正直わかんなかったんですよ。でも2行目の明太子でピンときたんですよね。じゃじゃーん、生パスタ。ブブー、うそ、冷凍なの。でも冷凍のパスタが見当たらなくて、冷凍の後の3文字はウーロン麺。ウーロン麺、そう、何回も読んで、ウーロン麺。ウーロン麺、ウーロン、ウーロン、うどんだよ。あ、うどん、そう、冷凍うどんってこと。そう、冷凍ウーロン麺、うどんはウーロン麺で言うの。変ななんか変でもね、これも作れますよ。じゃあ下一個、明太子はこれ間違ってないでしょ。明太子でしょ。ピンポンピンポン。では3回目いきましょうか。牛奶、牛奶は牛乳でしょ。ピンポンピンポン。まあなんか見たんだけど、ここは開封費のメモも書けるのすごいね。すごいお客さんのことを考えて作られたパッケージだなと思いました。接下来是第四個、金针菇。謎でした。チーズ、ブブー。なんでチーズと思ったの？金の針、ずっと連想させてたの。針っぽいものだとしたら、切ったチーズ細長くなって針になるじゃん。だからそれがスライスチーズなんじゃないかなと思ってチーズにしました。ブブー。うるせえよ。うるせえよ。
です。あー、じゃあチーズの漢字って何？これ。あ、そうだ、チーズ。チーズ、そうそうそう、これはドラマ見るときにこれが出て分かるときあるんですよ。忘れてた。チーズね。チーズ。好、じゃあ次行きましょうか。 OK。 五花猪肉片の薄片は何でしょう？ブブン、ピンポンピンポン。これはさすがにな。これとえのきはもともとおかずなの。肉巻きえのき作りたかった。ああ、肉巻きえのきか。じゃあ次は、はい、タイス。はい、タイス。これは明太子パスタが連想しました。刻み海苔。ピンポンピンポン。はい、タイスは文字が海苔じゃん。明太子パスタに海苔といえば刻み海苔。3文字目、糸糸ってあるじゃん。前、糸こんにゃくの時にあったから。そうそうそう。これはもう刻み海苔だなと思って刻み海苔にしました。合ってます。 OK。 ピンポンピンポン。次は、葱花。刻みネギ。ピンポンピンポン。おー、いいっすね。さすが。配信。では、最後の一品。内容。バター。油が、まあバター使えるじゃん。で、この内は俺のイメージは甘い感じ、バターにしました。ピンポンピンポン。合ってる。そう、これもちょっと自信なかったんだよね。内容は合ってますよ。ほんと？私最初はふーちゃんがオリーブオイルみたいなものを買って帰るかなってちょっと心配したんだけど。いや、だってうちオリーブオイルあるしぽいなと思ったの。これは明太子パスタにバターって合うじゃん。これにしました。ピンポンピンポン。お、すごいね、ふーちゃん今回ほとんど合ってるよ。すげえ。去年より全然成長したよ。やっぱり中国語勉強してる鍵ありますね。推理力。这个是我们文当用今天买的食材做的明太子意大利面。耶！我们文当已经去换衣服了。私がちょっと仕事いたから文当が料理してくれました。ありがとう。初めて作ったけど分かんないな。俺のイメージもうちょっと明太子赤いイメージだったんだけど。いや、私前一回熊本の時作った明太子パスタも全然赤くないの。ふーちゃんあまり好きじゃなかったから私3食分けて食べた。翌日の昼も食べた。美味しいかな、ちょっと心配なんだけど。ふーちゃんが作ったものは基本的に全部美味しいの。おいしい。ふーちゃんこれから晩ご飯作れるよ。明太子的味道很重、好吃。然后那个葱吃起来又脆脆的。うん、意外と美味しいね。ふーちゃん天才なんだよ。私熊本の時めっちゃ失敗した。ネギと一緒に絡んでて美味しい。うん、多分今回たらこの量がめっちゃ多かったからどこ食べてもたらこがいる。うん、今回は文旦のおかげでほとんど合ってる食材を買ったからこんな美味しいパスタ作れましたね。お寿司じゃないの、本当美味しい。今度何しようかな。これ美味しすぎてずっと食べちゃいました。ね、意外とルーちゃん食べてくれてて嬉しい。美味しい、美味しい。嬉しいな。Hello 大家、那我现在已经卸完妆了，准备要来保养。那我现在也是要用，这是影片一开始有用的这一台 Foreo UFO 2面膜仪，它真的超好用，我现在都是不能没有它。我今天要用的是这个。Cold is the night。 那不同面膜有不同的效果，可以针对不同的肤况来选择你要用的面膜。那除了 Foreo 他们自己的面膜之外呢，当然也可以用自己手边就有的面膜。它是热能技术搭配按摩，那这样子在按摩同时呢，可以舒缓毛孔，也可以确实把营养注入肌肤，真的超舒服。每次用的时候觉得很享受，敷一次的话差不多是1分30秒，那前面差不多1分钟呢，就是现在是热能，后段就是运用冷却技术。帮助你的毛孔收缩，非常的简单，在家里就有做 SPA 的感觉，真的超舒服的，帮我睡觉。那我敷完之后，接下来就要换文当享受。文当敷的是这一个 Make My Day。すごいね、暖かいのよ。そのあったかさがね、気持ちよくて。いや、これ1分半でできるのめちゃめちゃいいよね。すごい気持ちいい。对，然后你们看，我刚才已经敷完了，我整个脸好亮哦。接下来就换文当亮起来了。私文当ほとんどスキンケアの後にもうすぐ寝るの。でもね、パックってめんどくさいイメージあって15分とかかって、それがさ1分半でさこんなに綺麗に気持ちよくできるのって素晴らしいと思う。見て、ふーちゃんも肌ピカピカ。皮膚漂亮。皮肤好亮。那清洁的话呢，也是直接用清水洗就可以了。那如果大家对这一台 Foreo UFO 2有兴趣的话呢，详细的资讯我都把它写在资讯栏，有兴趣的话可以看一下哦。で、ふーちゃん、中国語食材の3回目、もうすぐ来るかもしれないよ。怖い。次からはね、何品か教えてほしいね。ごめんなさい、今回私悪かった。今回大成功だ。イエーイ。那我们下次影片再见。大家再见。バイバイ。バイバイ。
君と終わら